三人のウィギンス氏、ジェームズ・ギルレイによるカリカチュア1803年出版、マシュー三兄弟を描いたものとされる。第二代ランダフ伯爵フランシス・ジェームズ・マシューは、アイルランド王国出身の貴族、政治家。イギリス陸軍の大佐だったが、アイルランド王国とグレートブリテン王国の合同に反対したため、陸軍における昇進の道を断たれてしまった。 1797年から1806年まで、マシュー死者区の儀礼称号を使用した。初代ランダフ伯爵フランシス・マシューと一人目の妻、エリシャー・スミスの息子として、1768年1月2日に、ダブリンのセント・スティーブンス・グリーンで生まれた。ハーロー校で教育を受けた後、1784年3月5日に、オックスフォード大学コーパス、クリスティ・カレッジに入学した。 1785年に中尉として、イギリス陸軍に入隊。1787年に、景気兵第18連隊に配属され、1794年に、第114不評連隊の中佐に、昇進。1805年から1811年まで、第99不評連隊隊長を務めた。1790年に、ティッペラリー選挙区で、アイルランド庶民議員に当選したが、 1792年に当選無効を宣告された。1796年3月15日から11月までカラン選挙区の代表として、再びアイルランド庶民議員を務めた後、議員を辞任してティッペラリー選挙区の補欠選挙に出馬、当選を果たした。翌年の選挙でも再選を果たし、以降1800年までティッペラリー選挙区の代表としてアイルランド、 庶民院議員を務めた。1801年に連合王国議会が成立すると、ティッペラリー選挙区の代表として1806年まで連合王国庶民院議員を務めた。アイルランド庶民院では、アイルランド王国とグレートブリテン王国の合同に反対したが、結果的には、父の公爵への少女を邪魔することになった。また、陸軍における昇進にも悪影響を及ぼしたが、 自身の政権に忠実な行動をした結果だったとされる。合同関連以外の政権では、カトリック解放を支持する保育動員とされ、1805年5月にカトリック解放に賛成票を投じたほか、1806年には初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビル率いる巨国人材内閣を支持した。1806年7月30日に父が死去すると、 ランダフ伯爵位を継承した。爵位継承以降はアイルランド貴族代表議員への選出を望んだが、折衝を太しジョージがランダフ伯爵を選出させることに失敗したため、ジョージと敵対するようになった。ジョージ4世の即位後、キャロライン王妃の公開裁判において王妃の不定の有無について審議されたとき、ランダフ伯爵は王妃に有利な証言をした。 1831年9月8日、聖パトリック勲章を授与された。1833年3月12日に、ダブリンのメリオンスクエアで急死、ティッペラリー兼トマスタウンで埋葬された。弟モンタギュー・ジェームズ・マシューとジョージ・トバヤス、スケフィントン・マシューは、生涯未婚のままそれぞれ1819年と1832年に死去しており、ランダフ伯白位は廃絶した。 死後、遺産は姉妹にあたるエリザベスが継承。エリザベスの死後は、母の姉妹、エリザベスの息子が継承した。1797年7月10日、ガートルード・セシリア・ラトゥシシと結婚した。ありがとうございます。